義軍、動き出しました。ええ。ああ、見えている。そう姫、ここで雌雄を消してやると言わんばかりだな。かつての合皮攻め以上の激戦となろうな。巨匠に潜ませた者らの報告によれば、巨匠からこの地へ向けて増援が動いたとのことです。皇族を断ち勝地を落とすか。ええ、ですがこちらの兵数も十分とは言えません。一人が二人分、三人分、五人分の働きをしなければ勝機は薄いでしょう。ならば問題あるまい。我が将兵はいずれも一騎当選の猛者ばかりだ。皆、この戦こそが決戦と思え、三奪者たる葬儀を打ち倒し、孫悟の天下を勝ち取るのだ。この地にて葬儀の息の根を止める。全軍門を突破するために長所を用意します。城門前の拠点を押さえましょう。葬儀打倒は世のことく類大な披露、陸伯へ全霊をかけて臨みます。Come on.
ち上がりましょう。これから先へは通さない。俺たちの覚悟を受けてみろ。見事だ。この調子で封鎖せよ。全力で行きます。合皮信条は堅牢無比。そのような兵力通用しないぞ。城を攻めます。殿は西へ、私と周太殿は東へ向かいましょう。後退した者に生きる資格はない。覚悟して戦え。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。Come on.
敵将、私が討ち取りました。
この首もらい受ける。いざ、これでどうだ。これで敵の計略はやみましたね。さあ、敵大将の元へ向かいましょう。なんという武勇。敵将、私が討ち取りました。鮮やかな武道、大輪の花のごとくだな。そちらも無事に進まれたようですね。ええ、皆で力を合わせて戦った結果です。この絆があれば葬儀にも勝てるでしょう。はい、勝ちましょう。代を重ね繋いできた孫悟の志のために。楽にしたね。今です。
私が討ち取りました。この私に牙を立てると虎の名は伊達ではなかった。そうとも、私は虎を継ぐ男、貴様を喰らい天下へと進むのだ。思い上がるな。この城は合皮ごとくれてやる。だが、ここからが始まりだ。何？くっ、まだこれほどの。聞くぞ。え？はあ、ま、そうおっしゃるなら。あがき、傷つき続けるがいい。それでも食らいついてきたなら、トラよ、乱世の果てでまた会おう。義はまだはるかに強大なのだな。この城一つ戯れに捨てられるほど。だが、虎は賭ける。託され、繋いできた大志ある限り。戦い続けよう。野心と戦乱の耐える、その時まで。